ウクライナ有事において世界にその名を轟かせた。偵察攻撃用無人機バイラクタル TB2 以下、バイラクタルについて、みんなはもちろん耳にしているよね。ニュースなんかで何度も聞いているからね。バイラクタルの強さって具体的にはどんなところなんだろ？その答えは、実戦経験がデータベース化されている、対レーダー能力が高い、対電子戦能力が高い、敵上監視に続き最適体制で目標を撃破する、夜間攻撃能力が高い、高速移動目標も撃破する、訓練が購入セットに入っているということが挙げられるな。そんなところだね。さて今回はそんなバイラクタルについて、順を追って詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。バイラクタルは、最大離陸重量560キロ、ペイロード55キロ、飛行時間24時間、操縦ステーションからの操縦範囲300キロとなっているよ。これは攻撃に使用する場合の戦闘半径だね。また、プログラマブルモードでは4000キロなんだって。バイラクタルは、赤外線及びデジタル光学カメラ、レーザーレンジファインダーが装備されていて、リアルタイムで画像を送信する機能もあるんだ。バイラクタルは操縦下でも、単独でも飛行可能で、偵察、監視、敵地攻撃などに利用でき、レーザー誘導式の誘導弾 MAM を搭載し、目標を撃破するよ。機体はカーボンファイバー複合材の取り外し可能なモジュールでできているため軽量で持ち運びしやすくなっているんだ。ロシア・ウクライナ戦争が始まった6年前の2016年、トルコ軍は、トルコ南東部とシリア北部のクルド人軍部隊に対してバイラクタルを使用しているよ。バイラクタルは、リビア、シリア、アルメニアで、対ロシア防空において、5年間運用されていて、2020年にはアゼルバイジャンとアルメニアの、第二次カラバフ戦争でバイラクタルが使用されたんだ。アルメニアの防空システムはほぼ完全に撃滅され、ナゴルノカラバフ領にあったアルメニア軍の、装備のほとんどが使い物にならなくなる事態に陥っているみたい。最近ではエチオピアの内戦で使用され、2022年1月に58人の民間人が殺害されたことが確認されていて、バイラクタルの総飛行時間が42万時間以上と報告されているよ。軍事専門家は、UAV による大規模攻撃で効果が実証された。第二次カラバフ戦争は新しいタイプの戦争であると分析しているんだ。バイラクタルシステムの最も重要な部分は、統合された防空手段をバイパスするドローンの飛行経路を設定するための、デジタルマッピングミッションプランニングソフトウェア以下、実戦経験データベースだよ。トルコが実戦経験を次の戦闘に活かすために作り込んだソフトウェアだな。そうそう。このソフトは、今やバイラクタルと共にウクライナに送られていて、実戦で学んだ教訓が絶え間なく更新され、デジタル複製されてバイラクタル操縦ステーションで利用されているんだ。これこそが、ハイテク無人機の本当の強みだね。まさに今ウクライナ軍が、ロシア軍に対してこれを実証しているもんね。2021年の春バイラクタルが戦闘で初めて、ウクライナ東部領土上空を飛行し、バイラクタルは、ドネツク州フラニトネ村をロシアが砲撃している時に使用されたんだ。その時、ロシアはバイラクタルを検出することさえできなかったみたいだよ。また、バイラクタルは普通の飛行機よりも物理的に小さく、使用する金属も少なく、レーダー反射断面積が小さいためロシアのレーダーには見えないだけでなく、実戦経験データベースのおかげで意図的にそれらをバイパスするよ。地上からは低出力エンジンのブーンブーンという音も聞こえないし、ジェットエンジンよりはるかに少ない熱しか発生しないんだ。だからこそ赤外線で探知し、照準するミサイルでバイラクタルを撃墜することは困難ってわけだね。そういうことだね。さて、2022年2月28日バイラクタルはロシアのミサイル防衛システム部区を撃滅したよ。戦闘中だから部区のレーダーは動いていたはずなんだよね。バイラクタルには、対空ミサイルが発するレーダーを検知する機能はないんだ。つまり地対空ミサイルへの攻撃は、ポーランドや黒海上空を飛行する米軍の、偵察機や UAV からの情報をもとに、対空ミサイルで迎撃される経路を避け、監視を継続し攻撃を行ったものとみられているよ。バイラクタルは、対空ミサイル部区、トル、パンチルがレーダーを止めるのを待つか、乗組員が一服しに行くのを待って、平然と目標を破壊してしまうんだ。また、神風ドローン機、大砲、他のドローンの目にもなるんだって。一方ロシアの偵察用無人機オルラン10は、バイラクタルのように、レーダーや地対空ミサイルを避けるような丁寧な運用はされてなくて、日本製の市販カメラやエンジンを使って安価なため墜落を気にせず使われているみたい。バイラクタルに脅威となる敵レーダーの位置が特定できれば、実戦経験データベースにその地域の優れたデジタル地図を持っているため、レーダーでバイラクタルを見える場所と見えない場所を予測できるからな。地形によって、レーダー認識範囲は綺麗な円ではないしな。つまり、
バイラクタルは、レーダーの隙間を通って標的に飛ぶってわけだね。そうそう。また、ロシアの資料では、バイラクタルは、信号が消える信号照準、もしくはロシアの電子戦ステーションが遮断すると書かれているみたい。ちなみにウクライナ資料では、バイラクタルと操縦ステーションとの通信が途絶えたことはもちろん、信号が傍受、解読されてバイラクタルが操縦されたという事例は一度も確認されていないそうだぜ。何らかの無線信号を妨害するためには、同じ周波数で妨害を発する必要があり、できれば指向性のある妨害が必要なんだけど、バイラクタルは数秒ごとに信号周波数を簡単に変えるんだって。すべての周波数を同時に同じように効果的に妨害することは不可能ってわけで。バイラクタルは距離が伸びて消費電力が上がると、自らを消すことができるんだ。また、通信が途絶えた場合、バイラクタルは半自動モードとなり、基地に戻るよ。たとえ信号を傍受しても、暗号化されていて解読に膨大な時間がかかるため、何もできないぜ。重要なのは、妨害を行う地上の電子線ステーションが、一旦妨害のための無線信号を発信し始めると、その電子線ステーションはそれ自体が非常に良い目立った目標になるってことだな。3月11日夜間にウクライナ軍はバイラクタルにより、敵の砲兵射撃式場と電子線ステーションを撃滅していて、このことはバイラクタルが電子線妨害を克服したことを示しているよね。またロシアの資料に戻るんだけど、ロシアの資料では、戦闘機はバイラクタルを簡単に撃滅できる。防空部隊は容易にバイラクタルを片付けることができる、と書かれていて、これに対するウクライナ側の以下のような反論があるよ。現代的戦闘機の方が飛行性能ははるかに優れています。しかし、誰だって最低速度が時速200キロ程度のジェット機で、巡航時速170キロのプラスチック製無人機を追いかけることはないでしょう。機動力の違いは言わずもがな、ドローンは遅いが機敏です。砲で命中させるのは実際的に不可能で、ミサイルで撃ち落とすのは非常に難しいのです。戦闘機にとって、UAV はあまりにも難しいターゲットです。ドローンの天敵はトル M1、オサ、ブク M1、ブク M2、パンチル S1 などの防空システムです。しかし、バイラクタルが最高高度8キロで飛行する場合は、最低射距離の点からブク M2、パンチル S1 だけがバイラクタルを捕捉できます。通常バイラクタルは最高高度を飛行せず、レーダーに見つかりにくい低高度を飛行します。ネット上ではバイラクタルがパンチル及びブクを、正確に破壊する映像が多く見受けられます。世界でも類を見ないバイラクタルを撃墜することは難しいのでしょう。また、バイラクタルは操縦員3名がリアルタイムでモニターに表示される画像やデータを元に操縦していて、バイラクタルは操縦信号が受信不可能になっても地上からのナビゲーションや自動着陸が可能なんだ。バイラクタルは目標を継続的に空中監視し、ターゲットを発見したらミサイルを発射するために素早く前進することができるってわけだね。3月1日夜、スームイ州で多連装ロケットランチャーグラド多数を含む、約180台のロシア軍の装備をバイラクタルで撃滅したと、スームイ州軍民行政長官ドミトリー・ジビツキーが発表しているよ。さて、なんといってもバイラクタルの最大の成果は、黒海艦隊機関モスクワ撃沈において、沿岸対艦ミサイルネプチューンに協力したことが挙げられるよね。その際、バイラクタルは NATO の衛星画像から、また国境警備隊から送られた場所を正確に確認し、モスクワの有力位置を特定し、偵察に出て、その位置を常属監視し、ネプチューン部隊に通報したんだ。そして、モスクワ上院の監視体制がおろそかになるかもしれない時を見計らって、バイラクタルはおとりとして飛行し、対艦ミサイルネプチューンの到達時間に呼応して、ミサイル MAML を発射し、モスクワのレーダーを破壊したよ。ネプチューンはバイラクタルの誘導で、海面を滑るように飛行し、突入直前にシーカを作動させ、モスクワに命中させたんだ。モスクワの主要レーダーシステムは古い技術に基づいており、固定翼戦闘機、爆撃機、ヘリコプター、巡航ミサイルに対する、早期警戒システムとして機能するものだとされているよ。一方のバイラクタルははるかに小型で、レーダー反射断面積も小さく、飛行速度も低いため、現地の位置を下回った可能性が非常に高いという分析もあるな。そうだね。蒸気と相まって、バイラクタルの操縦が完璧であって、水平線の影からモスクワに近づいたと推定されるよ。また、1機のバイラクタルは2発の誘導対戦車ミサイル UMTAS レーザー誘導と発射距離 0.5 から8キロ、または4発の微調整高精度爆弾 MAMC、母属、または MAML 最大8キロの距離で移動及び静止した標的に命中させることができるを運ぶことができるんだ。加えて、バイラクタルは昼夜問わず攻撃できるよ。バイラクタルの戦果は凄まじいもので、3月10日ウクライナ国防省はバイラクタルでロシアの移動中の装甲車を撃破したと報道していて、
5月2日早朝、ウクライナは黒海のズミイヌイ島の近くで、ロシアの哨戒揚陸艇ラプトルを2隻撃沈したと報道したよ。翌日5月3日には、バイラクタルがズミイヌイ島で、対空ミサイルシステムストレラ10と通信車両及び人員を撃滅しているし、5月6日には同島で高射ミサイルシステムトルを撃破しているから、破竹の勢いだよね。また、トルコはバイラクタルの輸出セットとして訓練を入れており、輸入国は実戦経験データベースをすぐに使えるようになっているんだって。トルコはバイラクタルだけでも、ウクライナ、アゼルバイジャン、モロッコ、チュニジア、カタール、キルギスタン、トルクメニスタンなど、16カ国から受注しているらしくて、ポーランドは2021年このような無人機24機の購入を発表し、NATO 諸国として初めてトルコ自身を除けばこのような兵器を受け取ることになったんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。